ダビド・スルトゥ・サベイレは、スペインのサッカー選手。フランス・シャラント・マリティーム兼ロシフォール出身。レアル・ソシエダで活躍した。ポジションは MF。1986年に、バスク人の父とフランス人の母との間に、フランス・ロシフォールで生まれる。その後、バスク州ギプスコア県デバで育ち、地元の小さなチームを経てレアル・ソシエダのカンテラに入団。2005年に B チームで、 プロデビュー。2007から08シーズンは、当時セグンダディビシオンに所属していた、SDA バルでプレーした。2008から09シーズンに、ソシエダに復帰し、トップチームに登録。セグンダディビシオンに所属していた同シーズンの2008年9月23日の、SD ウエスカ戦で、トップチームデビュー。以降中心選手として活躍。2009から10シーズン。 二部リーグで優勝し、2010から11シーズンは2006から07シーズン、以来のプリメーラディビシオン復帰。2010年8月20日の本拠地、エスタディオ・アノエタでの対ビジャレアル CF 戦で1-0で勝利し、トップリーグデビューを勝利で飾った。2014年8月31日のエスタディオ・アノエタでのレアルマドリード戦では、0から2とリードされた場面から、 一点を返した後、立て続けに同点、逆転のゴールを決め、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。2019から20シーズン終了後に入れあるソシエダを対団した。2016年11月27日のホームゲームの FC ・バルセロナ戦で、スルットサワイ1から1で迎えた78分の場面で、勝ち越しゴールを決めたかに思われたが、オフサイドで取り消しとなり、 試合はそのままのスコアで終了。試合後、スルトゥサは自身のツイッターでオフサイドの場面を皮肉混じりを振り返った。ありがとうございます。